こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますかレンズは、ライカのですね、定番中の定番、標準レンズ、ズミクロンの 50mm 人動タイプ L マウントになりますね。はい。この通り、ズミクロンのですね、50mm F 値が2、人動タイプのいわゆるチンズミと言われるですね、有名なレンズになっております。マウントはライカ L マウントです。バルナックライカ用のですね、このねじ込み式用のマウントですけれども、LM アダプターというですね、アダプターをご利用いただければ、ライカの M 型のですね、ボディでもお使いになれますし、近年では、ソニーの α7 のようなですね、ミラーレス一眼にも、アダプター経由でご使用いただけるマウントになっております。はい。ということで、定番のですね、ズミクロン 50mm 振動タイプですね。CR が1277704ですので、1955年ですね、のチンズミ、ドイツ製ということになりますね。はい。では、外観から見ていきます。外観はですね、ご覧いただいてます通り、目につくようなすれ、当たり、へこみといったものは見当たらないですね。メッキの剥がれとか錆、汚れといったものはない感じですね。どっかに落として歪んだりとか、強くぶつけたり、こすったりした跡もないですね。マウント部分も綺麗です。はい、このバレルの部分もピカピカで大変綺麗ですね。はい。備品と言って差し支えないレベルだと思います。はい。で、レンズですけれども、前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗などなく綺麗な状態ですね。はい。中玉もですね、曇りカビ、バルサム切れ、土ほこりの混入もですね、ほぼほぼ見えないので、大変綺麗な状態をキープしてますけれども、ちょっとビデオに映らないと思うんですけれども、前玉のですね、ちょっと裏側にですね、コーティングのちょっと擦った跡がありまして、LED で透かしてみると見えるんですけれども、普通にこう見ただけではちょっと見えないです。はい。もちろん画質に全く影響のあるものではないんですけれども、一応ご留意いただければと思いますね。とビデオだと全然わかんないですね。はい。まあ全然わかんないぐらいなんで、ほとんど気にしていただく必要はないと思いますけれども、一応ですね、言及しておきます。で、絞りの動きもいいですね。非常に滑らかです。でもって、油の乗り、羽の痛みもないですね。はい。で、この振動も、スムーズにしておりますね。で、ロックもしっくりと しておりますので、絞りを動かして、こう、ぐらぐら動いたりとかしないですね。はい。ピントのヘリコイドも滑らかにいっぱいまで、はい。一定のトルクで動いておりまして、はい。動きムラとか、スカスカ感などはないですね。はい。無限ロックもしっかりと効いております。付属品がエリアキャップとフロントキャップになってますね。はい。という感じでですね。はい。非常に状態のいい個体ですけれども、はい。念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、はい。ライカの、伝統的な、定番中の定番レンズ、ズミクロンの 50mm 振動タイプスクリューマウントになっております。いわゆる、有名なチンズミですね。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。